さん、リュウジですということでですね、今回はですね、私まだ2本目なんですけども、まあまあさっき作ったあれがもうまじうまくて少し酔っ払ってきてるんですけども、まあまだ大丈夫だと、まあほぼ知らんということでですね、今回はね、至高シリーズ、私の大得意であるパスタボンゴレです。アサリを使ったね、塩味の、まあ、パスタなんですけども、まあ、これね、実は私イタリア昔行ったことがあって、向こうで食べたパスタの中で一番美味しかったのがボンゴレだったんですね。でその時ね、チビタベッキアっていうあの港町で食べたんですけども、そこの海鮮パスタ全部うまかったですね。ということで今回はですね、アサリを使った至高のボンゴレ、まあ、これはですね至高なんですけど、作り方めっちゃ邪道です。前に僕ペペロンチーノやったと思うんですけども、あれの作り方を踏襲してるんで、もちろん邪道になります。はい、この作り方が一番うまいです。これだけ言わせてください。僕はイタリアで食べたのより美味しいものができました今回。超自信ありなんで、ぜひ皆さんやってみていただきたいと思います。じゃあ作っていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料説明いきます。まずボンゴレというからにはアサリです。アサリね、うちの近くだとね、ちょっとこうちっちゃいのしか売ってないんで、ちっちゃいのこれだいたいね、殻の状態で 200g ぐらいなんですけど、まあこれでもいいんですけども、もちろんね、でアサリって売ってない場合も結構あるんで、ちょっとね、例えばの話、これね、僕よく使うんですけども、このあの冷凍のあの殻付きアサリ、これね、業務用スーパーで売ってるんですよ。これね、めちゃめちゃ優秀なので、もしない方は、見つかんない方は業務用スーパーでこれ買ってストックしてください。何がいいかっていうと、これね、あの蒸し汁と一緒に冷凍してあるんで、このまま、解凍するとものすごい旨味が出ます。もしない方はこれ使っていただく。ただこれ 150g なんで、若干増やしていただいた方が旨味は出るかなと思うんですけども、今回 200g で使うんでね、はい、まあ、でもこれで作っていただいても美味しいです。今回はあの普通の砂抜きしたアサリで作ってください。あとはパスタ、ボンゴレはほぼほぼペロンチーノの系譜なので、この細めのパスタがあります。今回は 1.4 目にフェデリーニを使っていきます。ママのやつね、 1.4 で5分茹でたタイプなので、でニンニクは2かけ、あと、鷹の爪1本、もうねほとんどこれだけ。あと、調味料は概要欄でご説明してますので、早速作っていきたいと思います。まあ至高のボンゴレを作る上で何が必要か、ね、これはですね、皆さんにもう絶対的に伝えていきたいんですけども、やっぱ酒ですね。はい、酒があれば何でもできるんで、酒を飲んでいきたいと思います。一番になっていきたいんで、やっぱり一番美味しいパスタだから、やっぱ一番になっていかないといけないんで、一番になっていきます。よし、もう何でもできる、何でもできます。今の状態は世界一になります。ということで今からやっていきたいと思います。じゃあまずね、まあ、切るのはね、これニンニクだけなんで、まあ、ささっと切っちゃいます。まあ、ヘタをこのケツを落として、はい、で、潰していく。もし潰すのが怖いようであれば、このデュアーズで潰す。はい、そうすると一発で潰れます。むしろ包丁よりやりやすいですね、これね。で潰したこのニンニクは芯ね、あれば取ってください。これ、ね、多分そんなに芯ないと思うんで、あったね、芯は取ってください。芯は焦げやすいんでね。でそしたら、これをスライスしていきます。潰した状態でスライスすると粗みじん切りになるんで、これはですね、やっていってください。はい、こんな感じですね。でこの鷹の爪、これはこのままでいいです。はい、じゃあもう下ごしらえ終了。もうほんと簡単なパスタなんで、これこのままいきます。そうしましたら、ちっちゃいフライパン用意してください。今回は、前の至高のペペロンチーノと同じような感覚で作るんで、小さめのフライパンを用意してください。で、これを、なぜこういうフライパンが必要かというと、ペペロンチーノの回でめちゃめちゃ語ってるんで、そっち見ていただいてください。で、油、ね、オリーブオイル大さじ1入れます。でそして、ニンニクを炒めていきます。もうね、邪道なんだよね、これはね。で、火加減はね、ちょっと弱めです。弱めの中火ぐらい。油を浸して、ニンニク浸して、ちゃんとニンニクオイルを作っていくんですね。で本場のペペロンチーノだとニンニク焦がさないんですけども、僕焦がした方が好きなんで、ちょっと焦がします。ニンニク焦がすとね、ニンニク焦げてんじゃんとか言う人がいるんだけど、多分ね、ニンニク焦がして作ったことないんでしょうね、多分ね。基本的にイタリアンっていうのはものすごく伝統文化を守る食文化なんですね。割とね、イタリアの方ってね、新しい食文化とかに
あんまり熱心じゃないです実は。だからあのナポリピザとかもなんか何センチで 何の小麦を使ってとかっていろいろ制約があったりして結構お堅いんですけども、あの僕はうまければいいっていうようなタイプなので、その伝統的な作り方は非常に参考にさせてもらいつつも、新しいものを作ります。本当にうまいものを作る。こんなんだからすごいね、叩かれるんだよ、あれね。そしたら鷹の爪入れていきます。でニンニクがこれぐらい色づきました。この色づきがねすごく重要です。すごく香ばしい香りがしてくるんで、そしたら砂抜きしたアサリ、はい、入れていきます。ここでね白ワインを使いがちなんですけど、日本酒です。白ワインだとね少しね酸味が出ちゃうんですよ。なのであえて日本酒を作ります。そしてこれで酒蒸しを作ります。今弱めの中火なんですけども、ちょっと中火ぐらいにして蓋をします。蓋します。はい、これで今ね酒蒸し作ってるぞ。これ酒蒸しを作ってからペペロンチーノを作るとものすごく美味しいんで、これはねぜひ真似してほしい。あーいい香り、もう勝利の匂いがする。でねもうすぐね開いてくるんですよ。すぐ開いたらちょっと火を弱めてこのまま一緒に煮込んでしまうとすごくね硬くなってしまうんですよ。なのでできるだけね取り出します、開いたのから。これがねちょっと手間なんですけども、あのぜひやってください。そしてここにはアサリから出た出汁だけが残っているような状態ですね。でボンゴレっていうのは殻あると思うんですけども、基本的に殻はねあの全部ね取ってあげた方が食べやすくて美味しいです。最後に飾り付けで数個残しておけばあとは全部取っちゃっていいので、もううまい匂いがする。はいはいはい、そしたら救出終わりました。でここに、水 320cc ね、イタリアンをやってる方から悲鳴が聞こえてきました、はい、そして沸かします。あとねお塩だ、お塩もね少し小さじ5分の1程度でいいです。これぐらいで、これは今沸かしてるんですけど、沸かしてる間にこの殻からねこうやって外していくんですよ。ちょっとね面倒なんですけども、ボンゴレを食べる上で殻って必要ないので、これはねぜひやった方がいいです。これできるだけやってください。もう面倒くさかったらそのままやってもいいんですけど、多分食べる時もっと面倒くさいと思います。アサリはね、昔はね絶対にスーパーに置いてあったけど、最近ねアサリそんなになかったりするんですよね。冷凍のを使っていただいてもいいです。あ、沸いてきましたね。沸いてきたら今回の試行ポイントなんですけども、この中でパスタを茹でます。これが僕が提唱するオイルパスタの一番美味しい食べ方です。なぜかというと、このパスタの小麦粉が溶けて鍋の中で全部乳化するからです。一度これ食ってみてください。バカにする方も結構いらっしゃるんですけども、あの味の分かる方だったら絶対分かると思います。美味しいって分かると思います。で、沸いたところにこうパスタを回し入れてググッと、そうするとどん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 この鍋に、パスタがですね柔らかくなって入っていきますんで、こんな感じですね。そうしましたら離していく。はい、そうすると、大体ね入りますんでね、この状態で中火で煮ていくんですね。ここに貝の旨味が全部染みてますから、これを一緒に煮詰めていくことによってパスタに全部この貝の旨味が入るんですね。もうねこれが最高に美味しいんです。もう世界で一番うまいボンゴレです、これ。で今煮ていくんで、煮ている間にさっきの貝の中身をちょっとね具になるように取り出しておくと。で最後に飾る貝はちょっと大きめのが美味しそうに見えるんで、なんでちっちゃいやつからこの手間はね惜しまないでほしいな。まあここが至高っていうことでいいですか。そうすると貝から外された身がめちゃめちゃ食べやすくて、麺には貝の、旨味がものすごい染みているっていう極上のパスタになりますから、ほんとね多分人生で一番うまいボンゴレになると思います。この濃い汁が乳化するだけにとどまらずですね、ソースにですねちょうどいいとろみをつけてくれるんですよ。なのでやっていただきたい。だいたいね5、6個の大きい貝から、はい、残していただいて、あとはねこんな感じでこれぐらいまで剥いちゃいました。で、だいたい今ね2分ぐらい経ったと思うんですけども、だいたいね5分茹でのパスタなんで、5分で全部水分が飛ぶようにしたいんですね。あ、5分だってなった時にこの水分が完全になくなるような感じで水分調整を、してください。ちょっとね強めの中火でもいいかもしれないですね。そうして出来上がったパスタソースはね本当に極上です。いい感じですね。
かなり煮汁が少なくなってきたの分かりますか。この状態で結構固ゆでの味になってます。でもう少し減らしていきます。今ね4分ぐらい。かーこれ楽しみだな。僕はねこのボンゴレが大好きなんです。ほらかなり減ってきたでしょ。でソースがちゃんとこの最初のオリーブオイルと一緒になって乳化されていってます。そうしましたらですねここで弱火にして最後の仕上げに行きます。まずこの貝を戻します。加熱がねほとんど終わりましたね。貝戻します。はい、そしてこれね昆布茶です。昆布茶貝だけだと旨味がね少し弱いんで、昆布茶小さじ半分入れます。昆布茶っていうのはですね昆布の旨味がかなり効いてますのでこれを加えることにより非常にですね魚介の味を補強してくれますので。そしてここに仕上げにバターです。 10g 入れてください。やっぱり、ね、酒蒸しにはねバターこれが鉄則でございます。一つ言っておきますけど本場のボンゴレにはバター入れないです。ただ僕のボンゴレは入れます。これが一番うまいです。なぜなら日本酒とアサリとバターの相性が最強だからです。で、煮汁はもうほとんどなくなりました。これが最高のボンゴレです。で、ちょっと味見します。ちょっとお塩足んなかったら一つまみ入れてください。はい、じゃあこちらで至高のボンゴレ盛り付けていきます。で、僕はこうやってこっちをねこうやって返すんですけどもこれできなかったらねお皿側をね回すとねうまく巻けます。これね、この間ね料理研究家のね木島隆太さんのことを教わったのに、あ、いいやり方だなと思って、そう、お皿側を回す。そうするとね、かなりこう回転させて回せるんですよ。この盛り方はね、結構画期的だなと思って。で、パスタを高く盛ることによってパスタがね、冷め切ってしまうのを防ぐってことですね。やっぱね、アサリの量はね、これぐらいがベストですよね。アサリが贅沢に使われてて美味しそうですね。そしてここに仕上げにパセリを少しかけてあげます。そうしましたら至高のボンゴレ完成でございます。それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。ワインかな。イエローテール。やっぱボンゴレ白でしょうよ。それではいただきたいと思います。いただきます。身のところ取りましたのでいただきたいと思います。うわ楽しみだな、これ久々。いただきます。最高にうまい。アサリの旨味爆発ですよ。ありがとう。マジうまい。アサリの旨味がパスタにかなり入ってってめちゃめちゃ美味しいです。いやもちろんこのままでもものすごい美味しいんですけども、ちょっと味変で少しお醤油、これも相当うまいですよ。邪道すぎるけどね。うまっ。醤油の味もいいですね。いやこれはどっちでもいいぞ。これ昆布茶の旨味も効いてて、一つの鍋で茹でることによって乳がん促進されてですね、ものすごくパスタ自体に一体感があります。ということでスタッフチャンス。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。仕事中だけど一応。じゃあ早速召し上がってみてください。はい、まずはそのまんま。いただきます。うまっ。ソースめっちゃ濃厚じゃないですか。めちゃめちゃ濃厚。こうすごい麺に絡み合ってて、そもそもボンゴレって煮汁の旨味を生かすパスタなんだけど、あんまり煮詰めたりしないんだよね。はいはい。で今回はパスタと一緒に煮詰めることによってもう極限まで旨味を閉じ込めるっていう手法をしてるんで、これ自体がかなりパワー持ってるんですよ。醤油もちょっと。醤油ですか。醤油ちょっといってほしい。もう邪道すぎるんだけど。醤油バージョン。醤油バージョン。全然表情変わりますね。うん、いやうまい。これも合いますね。うん、なんでですかね。これはね、そもそも日本酒使ってるんだよこれね。本来は白ワインで蒸すんだけど、はい、今回日本酒使ってるから割とねちょっと和寄りなんだよね。はい、味付け的にオリーブオイルプラスバターも使ってるし、はい、そこに醤油がちょっと加わることによってバターと相性がいいっていうのが。もあれば酒蒸しと相性がいいっていうのもあるから、そこで
かなり完成されたパスタ。美味しいですね。全体的に結構優しめの味付けですね。優しめですね。だしの味をかなり生かした感じですね、はいはい、じゃあそれこそ和っぽい要素もありつつ、うん、まあ、もしねもっとあの味が強い方が良ければ塩もっと足してもいいし、うん、ワインとの相性すごく良くない、うん、俺なんかすげえ思った。すごいクオリティが高いですね、うん、家庭でこれ出たらちょっとびっくりしちゃいますね、うん、でも特別なもの使ってないんで、はい、それがすごいですね。そうそうそう、もうこれ調理法だけでかなり個性を持たすっていうやり方なんで自信作でございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。そういうことで今回の至高のボンゴレいかがでしたでしょうか。これはね絶対やってほしい。アサリの煮汁が極限までスープが麺にこれだけ吸わされたこの旨味、皆さん体験したことないと思うんでこれぜひ体験してほしいです。もうね絶対ハマりますから、世界一美味しいボンゴレ保証します。なのでぜひ皆さん作ってみてください。貝の中身をちょっとねあのこう具になるようにちょっとこう掘り出しておくと、掘り越し学園。